大岩と義氏は山形県東田川郡藤島町出身で八角部屋に所属していた元大相撲力士。本名は神林義氏。愛称は神。現役時代の体格は身長179センチメートル、体重145.5キログラム、血液型は A 型。特異種は月、押し。最高位は東前頭16枚目。 鶴岡市立徴用第3小学校4年生から、相撲をはじめ、鶴岡第一中学校では、柔道部に所属しながら、地元の相撲道場、鶴岡相撲クラブに通った。山形県立科も水産高校から相撲部に所属し、近畿大学では4年生の時に、全国学生相撲選手権大会に優勝して、学生横綱を獲得するとともに首相を務めた団体戦も制し、 二冠に輝いた。当初は教員志望だったが、幕下15枚目格付けでの資格を得て、また、知人に八角親方を紹介され、高校2年生の時に八角部屋の北海道合宿にも参加した縁もあり、大学卒業と同時に八角部屋に入門して、2004年3月場所に東洋大学を卒業後公務員生活を経て、 東館部屋に入門した横山栄樹と同時に幕下15枚目格付けでで初土俵を踏んだ。全相撲から入門した大学相撲部出身の同期生は日本大学を中退して四頃山部屋に入門した山本洋介、東洋大学から春日野部屋に入門した木村守、東洋大学から入間川部屋に入門した磯部広之、日本大学から三本ヶ関部屋に入門した。 里山博志作及び白石伸弘幕下付けでデビューの2004年3月場所は負け越してしまったが、翌場所以降勝ち越しを続け、2005年5月場所に重量に昇進した。月、推しが得意ではあるが、やや立ち合いが遅いところがあり重量では1回の勝ち越しにとどまり、2006年1月場所に東重量13枚目で4勝11敗と大敗し、 幕下に陥落した。すぐに十両に復帰するも定着はできず、2006年、11月場所を最後に十両の土俵から遠ざかっていたが、2010年3月場所では、西幕下筆頭で4勝3敗と勝ち越し、翌、5月場所で実に21場所ぶりに十両に復帰したが、またも定着には至らず、2場所連続で負け越し、同年、9月場所で幕下へ降格した。 2011年5月技量審査場所は、西幕下2枚目で勝ち越し、大相撲やお帳問題で、上位力士が大量に引退、解雇となったため翌7月場所の番付では、約6年ぶりの自己最高位更新となる西重量8枚目まで、一気に番付を上げたものの、3勝12敗と、大敗して1場所で幕下からの出直しを余儀なくされた。翌9月場所から、彦名を、 神林ばやから大岩とぎ士に改めた。同場所を勝ち越し、5回目の重量昇進を決めて臨んだ、翌、11月場所では5年2ヶ月ぶりに重量の地位で勝ち越しを決めた。以降はようやく重量の地位に定着し、2012年3月場所では千秋楽まで重量優勝を争い、10勝5敗の好成績を挙げた。 2013年1月場所は西十両5枚目で9勝6敗。翌、3月場所で新入幕。新十両から所要46場所での入幕は、畜陽山に続く戦後2位体のスロー記録。だが同場所では5勝10敗と負け越して十両に陥落。結局幕内在位は、同場所のみに終わった。その後も4場所重両の地位を維持したが、同年、11月場所で、 東十両9枚目で3勝12敗と大敗して、以降は幕下の地位に止まった。翌2014年1月場所は一番相撲に勝った、だけでその後を6連敗して1勝6敗の不振に終わった。翌3月場所は4勝3敗と5場所ぶりに勝ち越した。2015年3月場所は西幕下5枚目と関取復帰への希望が見えたが6番相撲で、 負け越しを確定させて3勝を4敗。その後はたびたび幕下回まで番付を落とすこともあったが、西幕下44枚目で迎えた2016年3月場所では1番相撲から6連勝、力士生活12年にして初の拡大優勝をかけた7番相撲で佐藤と全勝同士の割が組まれたが、叩き込みで敗れて幕下優勝はならなかった。以降も注意から、 回の往復を続けていたが、西幕下34枚目で迎えた2017年5月場所で、再び一番相撲から6連勝、7番相撲で岩崎と全勝同士の割が組まれ、今度は自身が勝って7戦全勝とし、力士生活13年にして初の幕下優勝を果たした。36歳0ヶ月での優勝は2010年7月場所に、 幕下で優勝した十文字の34歳一ヶ月を抜いて戦後最年長であった。自慢の月、押しで攻め続けた若々しい取り組みに師匠の八角理事長も最高の相撲だった。腐らずにやってきたからねと最大級の賛辞を送った。大岩戸が奮起した陰には幕下で低迷してもなお応援をやめなかった約500人の会員を持つ 地元公演会の存在があった。大岩とはここに至るまでについて、稽古は若手に胸を借りるつもりでやっています。やめようと思ったこともありますが、応援してくれる人の声が励みになる。だから続けていますと心境を語った。それから1年後、2018年5月場所直前の5月11日に引退届を提出し、現役を引退。同年6月9日に、 両国国技館で断髪式を行った。断髪式でのスモージンクは一問がいながら進行のあった勢いが担当。引退後は横須賀市内のレアメタル貴金属回収業を行う会社で勤務することが決まっており、現役生活の中で相手と面と向かって話した経験を営業で活かしたいとコメントしている。出身地の山形県鶴岡市は、 大岩との息の長い相撲人生が死の大きな誇りで市民に希望と感動を与えたとして11月に行われた講演会解散総会と引退披露パーティーの席上でスポーツ特別賞を送った。2019年2月16日放送の TBS バースデーで引退後に就職した金属リサイクル会社で働く姿が放送された。 大学時代の先輩からの誘いで就職し、大型免許を取得し、関東一円を走り回る毎日で、安定した収入が得られる夕方身をかみしめていると言う。同年3月場所5日目の3月14日、アベマ TV による大相撲中継の解説者として、初出演した。以降、7月11月、2020年3月7月と、地方場所の解説を行っている。 アベマでの相撲解説の折は他の解説者とは現役時代が異なるため対戦経験のある現役力士もおり現在の相撲界の事情もわかっているためリアリティある解説が可能であることを意識して行っているという勝った力士より負けた力士にスポットを当てた解説も心がけているという2020年3月に引退後に就職した金属リサイクル会社を退職し 相撲普及活動を通じた社会貢献活動を目的としたオフィス大岩戸を設立代表となった。相撲界とメディアをつなぐコンサルタント業や相撲の基本の思考を活かした高齢者の運動機能向上への取り組み、また相撲解説や相撲に関する機稿を行っている。出身地の地元市である省内日報で相撲に関するコラムを執筆するほか、 同年8月31日、ブラゴズに初投稿を行った。ABCDO 岩と地元山形に捧げる最年長幕下部位父、もう一度化粧回しを産経ニュース2017.637時1分神林が普段の合宿に参加した5ヶ月前の1998年3月場所直後、元学生横綱の八角部衛所属力士である。 北勝森が関取にも上がれないままわずか3年余りの土俵人生を終えた。この北勝森が期待外れであったことに、意き消沈していた発覚が次の有望株を望んでいたことも神林が合宿に誘われた要因の一つとなっている。同場所の不振の原因は、腰痛を悪化させ、その治療のために減量をしたことが影響したとされる。 相撲2014年2月号91ページには最初の相撲で勝てたのは奇跡という本人の発言が掲載されていた。AB 一番相撲からの6連勝も自身初の記録であった。AB 大相撲中継2017年6月18日号23ページ幕下は大岩戸が最年長優勝岩崎との全勝対決を制す夏場所サンスポ http://sanspo.com w w スポーツニュース2017万526住む17兆526億1650万 6N1 HTML 2017年5月28日閲覧元幕内大岩戸が現役引退思いでは36歳での幕下部位もこの辺かなと思った 2018年5月11日閲覧。美声自慢の勢いが、相撲人口を疲労断髪式、大岩戸のオファーで2018年6月9日20時11分スポーツ放置最年長幕した部位の大岩戸が断髪式、村田良太らがハサミ日刊スポーツ2018年6月9日19時23分、相撲界のセカンドキャリア整備を、 学生力士たちが公務員と迷う現状。ナンバーウェーブ2018年6月4日7時。元幕内、大岩戸が引退。やりきった第二の人生は、会社員。スポニチアネックス。https w w w s p ニ n i c c o j p スポーツ。ニュース。2018。05。11。記事。 2018万 511S000500159000CHTML2018 年5月11日、閲覧。最年長幕した位の大岩戸が、断髪式、村田亮太らがハサミから大相撲、日刊スポーツ。NIKKANSPOORTS.com。 https://www.nikkansports.com スラッシュバ、um、トルスラッシュスラッシュニューススラッシュ20180609000801 HTML2018 年6月9日閲覧神林さんの相撲人生たたえる2018年11月20日付け締めにより、庄内日報ニュース山形。 省内省内日報社。www.shonai-nippo.co.jp。2020年3月11日閲覧。山形、元幕内の大岩戸に、鶴岡市スポーツ特別賞、朝日新聞デジタル。朝日新聞デジタル。2020年3月11日閲覧。バースデー2019年2月16日。 OA 元力士たちの第二の人生、各界の苦労人が驚きの転身。TBS、2019年11月15日閲覧。スモ撲さんプロモーションズ、https、twitter.com、シリウススモ、ステータス、110系6026兆5148億1282万5601、春場所5日目本日の解説は、 元幕内を岩戸です。昨年5月場所にて引退、今日が解説者デビューでございます。ぜひよろしくお願いいたします。シリウススモ、2019年3月14日、閲覧。掲載情報、省内日報スモヘルスケアオフィス大岩戸東京。オフィス大岩戸、2020年9月1日閲覧。スモヘルスケアオフィス大岩戸東京。 2020年8月31日へ閲覧。厳しいプロスポーツ界のセカンドキャリア将来を期待された力士、元を岩との新たな挑戦。ブラゴーズ2020年12月31日へ閲覧。7月場所後の力士集団脱走引退覚悟した弟子たちの反逆が称賛されるべき理由。ブラゴーズ2020年8月31日へ閲覧。ありがとうございます。